それだけではありません。違うわ、神岡さん騙されないで。別人よ。神岡さん信じないで、騙されちゃダメ。違う、あなたは神岡さんじゃない。星原さん、どういうことなの。神岡さん、私を信じて。復活の儀式のために魂を買っているのはあなたじゃない。この前は失敗したから、今度こそって考えてるの。召喚のスペルはもう一人の神岡さんに詠唱させるのかしら。それとも第二の霧代さんと言った方がいい。ちょっとは驚いた。見なければわからない。 いえ、やってみせる。そんな嘘。こんなに強い波動なんて。どういうことなの、星原さん。それはトリスメギストス、あなたじゃない。
何？神岡くん、手つきがおかしいよ。どうしたの？答えて！神岡さん、ごめんなさい。あなたを止めるにはこうするしかないの。我慢して。神岡さんも麻生さんもこの世界で暮らす普通の人なのよ。なぜこんなひどいことを。復活を食い止めるには殺すって、星原さんの力でそいつをやっつけることができないの？ごめんなさい、方法はこれしかないの。ちょっと待って、そいつの復活って何なの？人を殺してまで阻止しなきゃいけないことって何なの？二つの世界消滅。絶対にさせない。私の命に代えても。黙りなさい。もうあなたの好きにはさせない。ごめんなさい。許して、神岡さん。
君。